日本の書流、日本の書流とは、和洋書の流派の総称である。平安時代中期の世尊時流から分派した和洋の流派が、江戸時代中期、五下流一系に収束するまでを、本校の範囲とし、それ以外の著名な所流は、その他の書流に記す。から用は含めない。日本の書流は、平安時代中期の和洋の体制者、藤原光勢を外する世尊時流から始まり、 鎌倉時代に入って、主に世尊寺流から分派した数多くの書流が形成された。しかしその書流化により、室町時代からは洋書は形式化され、後期にはマンネリ化し沈滞してきた。江戸時代になると幕府が公用書体にお家流を採用し、また寺小屋でもお家流を教えるようになったことから、書流はほぼお家流一系となり、庶民にも広まった。 江戸時代までの日本の書は和洋と唐洋に大別される。本校の範囲は和洋であるが、背景として唐洋についても記す。奈良時代から平安時代にかけて成功した大義師の書風を根底として、平安時代中期に三画と、小野東風、藤原すけ藤原光勢らによって、日本人らしい感覚の一つのスタイルが完成した。これを出発点として、 平安時代末期に、発祥寺流。鎌倉時代末期に、少蓮偉流。江戸時代には、五花流と諸流が変化してきたが、この系列に生まれた書を総称して、和洋という。唐用とは、中国の諸風のことで、禅僧による唐用を特に墨石と呼ぶ。墨石は、鎌倉時代から江戸時代まで続いた。鎌倉時代は、宋の諸風で、中国の禅僧の間に流行した。 嘘職、皇帝権、米仏、超速これなどの書を指し、進む等の規範や伝統から解放された自由合計なもので、奈良朝以来行われた線の柔らかい王儀師風のものとは全く趣向きをことにするものである。宋の滅亡後、元が起こったが、前奏の往来は、ますます頻繁であった。室町時代は、元の書風で、雪村友梅、弱室元光らは、 超毛布の影響を受けている。この時代も禅宗は、公家や武家の家を受け発展を続けた。また、御三文学が成功するとその禅宗の書風に、日本志向が加味された御三様が流行した。江戸時代の墨跡は、大徳寺、明神寺の禅宗と大幕派の禅宗の書を言い、明の文長名、祝印名、陶器庄の書風が加味され、主として、武家、漢学者、 僧侶の間に用いられた。大幕像の中で、人間隆起、木安章刀、即避助一の三人は特に農書で大幕の三筆と称された。牧石の中国書法が、北島幸山、細井光沢倉に伝わり、唐用として発展していく。唐用は、樹者、文人などに用いられ、サビゲン、池大柄が継承し、江戸時代末期には、幕末の三筆と呼ばれる。 一川米安、牧騎氏、抜きな数王の三人へと展開していった。この三人は、武家や儒者に信奉者が多く、特に、江戸の一川米安は初代名にも門弟があり、その数五千人とも言われた。江戸時代中期頃から、諸法の研究が進み、これまでのもと、民の諸風から、進む等の諸風を提唱する者が現れ、牧良子、抜きな数王らは、進む等派であり、 一川米安などは民進派であった。この二杯の流れは明治時代になってからも続き、この幕末の三筆により、明治時代以降、多くの著名な書家が面々と排出されている日本の漢字書家一覧を参照。藤原皇税に始まる家系を世尊寺家といい代々、農書を排出した。その世尊寺家の人々を中心とした書流を世尊寺流という、 17代で終焉となった後持ち、明院元春が継承し、自明院流として、江戸時代までいた。世尊寺家六代惚れ行きは、日本最初の和洋の書論書、夜格定金賞を残し、また、七代惚れつねにも、藤原のりから授かった秘伝をまとめた、書論書、採用賞がある。藤原忠道を祖とする保守賞自獣が、平安時代末期から流行し、九条金座ね、 九条義経らが継承し、鎌倉時代中期まで流行した。九条義経の書はあと京国流と呼ばれた。藤原定家の書風を、定家様という。定家ははじめ発祥寺流を学ぶが、その書は極めて個性的で、やがて独自の書風、定家流とも、を確立する。家系の人々はその書風を継承しなかったが、三百年後の室町時代後期に、冷静ためわによって復活。 米泉流ともし、江戸時代には、松平不賠、小堀遠州などの大名茶人も好んでこの書婦を、書き流行した。神官とは、天皇の筆跡のことで、鎌倉時代以降、室町時代までの神官を特に神官様と呼ぶ。鎌倉時代には、伏見天皇が、世尊寺流、上代様、空海の書を学び伏見院流を確立し、他に、 五代醐天皇による五代醐陰流、花園天皇による花園陰流などがある。これを受けて、室町時代初期の五小松天皇とその周辺の書は、五小松陰流と呼ばれ、室町時代中期から、後期の五円遊天皇から、五土御門天皇までの書風は、直筆流と呼ばれた。室町時代後期の五柏原天皇は特に能書で、その書風は、五柏原陰流と呼ばれ、 江戸時代初期まで続いた。孫炎法神皇は、伏見天皇の第六王子で、はじめ世尊寺流の世尊寺行員、雪草に書を学び、少錬院流を確立した。この書流は、江戸時代になって、五花流と呼ばれ、明治時代になるまで日本の書道の中心的書風となった。少錬院の門主によって、代々継承されたが、門主による書風を区別して、孫炎流。 尊厳法神皇、御子王竜、御子王獣号、御子と鎮竜、御子と法神皇、御子と潮御朝法神皇、御子純流、竜、御事純と潤法神皇と呼ばれることもある。書で、名高い大師ということで、空海の書を外した書流を大師流と称し、多くの人が空海の書を尊重した。例えば、五田天皇は、空海の熱狂的な崇拝者であり、 その御子五代五天皇も父の勘下で空海の書に関心を寄せている。またその書を求めようとする人々もたくさんおり、豊臣秀治が風信町の一通を書網して切り取ったり、五水の天皇も李毛筆奉献表の産業、四十一字を切り取り宮中に留め置いたことなどがある。大使流について述べた工房大使所有経図というものがあり、これによれば空海が徒党の際、 半正明サーキから五冠の採用以来の処方を授かり、貴重の後、佐賀天皇等にこれを伝え、そして鴨モアガ主、藤木厚名を、1582年、天正十年から1649年、慶安2年からその子孫に伝来したのだという。しかし、これはかなり意図的な流れで、鴨一流の人々が自分の証券威あるものに見せるため、創作したものであることは、疑いない。 しかし現実に、大志流は存在する。そして事実上の祖、藤木敦直が、甲斐守を称するので、甲斐の流とも言われ、また、鴨神社のあがた主でもあるため、鴨流とも言われる。藤木敦直の死は、先の、工房大師所有形図などから、飯川明とも、おじの鴨の重貞であることが知られ、敦直は、御水のお天皇から、諸博士の称号を賜った。 その他の大支流の書き手と言われるのは、岡本千を治む、1575年、天正三年から1657年、明暦三年、加野丹雄、春福賀市、高野山の僧で丹雄の詩、寺田那自然、青年不詳から1691年、玄禄四年、荒木祖白、1600年、慶長五年から1675年、遠方三年、北向雲だけ、 1632年、寛永9年から1703年、元禄16年、鳥山達見はじめ、青年不詳から1685年、上京2年、佐々木静馬、1623年、玄奈9年から1695年、元禄8年などがいる。そして江戸時代には、大四流は、かなりの流行を見せた。大四流は、結局、空海の書に基礎を置いているが、 そのうちでも、最古騙ざう名、七素さん、マスダイキ姫メイなど、装飾性の強い書さらに強調する特色がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。